どうも、みつみついです。はい、というわけでね、ドラクエウォークやっていくんですけども、このゲームはですね、各章のストーリーごとに目的地をね、自分で設定することができるんですけど、まあ、つまりね、どういうことが起きるかというと、このように自宅周辺に魔物の城や洞窟がいっぱいになるっていう、まあ、このような現象が起きます。まあ、自宅周辺もこんな感じですし、まあ、僕の最寄り駅とかもね、もう魔物の城や魔物の洞窟だらけになってね、僕は世界を救ってんのか、地元に魔物の巣窟を増やしてるのか、もうどっちなのか分からなくなるっていうね、まあ、現象がね、結構ドラクエウォークあるあるなんじゃないかなと思っております。というわけでね、よろしくお願いします。あとね、気づいたらさ、このゲームってさ、あのベータ版とか出た頃とかね、ドラクエ GO ってよく言われてたと思うんですけど、最近このドラクエ GO って愛称なんかあんま使われなくなりましたよね。ポケモン GO との住み分けがちゃんとできてるというかね、なんかそんな感じがして、なんかこう嬉しいやら寂しいやらっていう寂しいやらっていうのなんかよく分かんないけど、というわけでね、今回何やるかというとガチャをやっていこうと思います。最近実装されたガチャこれですね。この竜王装備福引きというのね、このピックアップやっていきたいと思います。このね、新しい竜王装備福引き何が強いかというと、この竜王の杖がこれめちゃめちゃ強いらしいですね。あとこの竜王の兜がなんか見た目が面白いと言って話題この竜王の頭をそのままできるっていう、まあそんな感じでね。だからローブがあって、下もあるから人揃い揃うと、まあ、竜王になることができるってことで、まあ、早速ね、やっていきたいなと思います。チケットもね、160枚あるので、じゃあまだね、チケットで10連の方やっていきたいと思います。よろしくお願いします。お、いきなり金ありますね。金が1個、あとは全部銀かな。来い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 、おー、期待結構できるんじゃないか？はい！いや、まあ、5はありがたいんだけど、それじゃないね。もっとこういう変なカツラみてえな、変なカツラみてえなやつね、これなんか普段使いできそうな帽子もいいんだけどさね、もう邪悪なサンタクロースみたいな。はい、真理のローブ上、はいはい、次よ、次大事よ。あーい、おーおお、下来た下か、でも下か、なんか一番なんかこうなんていうの、コスプレ感が薄いというか、一番微妙なの来たなって。まあでも、竜王の1個出てよかったなって。バレットチェーン。で、選手の兜。この安っぽいやつ結構何個持ってるんですよ。銀の鉢がね。はい、マタドールスーツ。この辺は大体持ってるな。お、選手の鎧。これは持ってなかったけど、星さんだからな。銀の鉢がね。ラストだから、ラストは必ず貯めるとか別にいらんからもう。銀だからね。まあまあまあ、竜王1個出たし、星5もね、なんかこの、王宮アーダコーダみたいなやつも出たし、まあ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 。じゃ、チケットあと、60枚あるから、単発で、6回まず引きますかね。ジェムを使う前に。これでだって全部揃ったらさ、もう、ジェムはね、別のとこに使えばいいですから。はい、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 はい。あ、木のままね。まあまあまあ、かまん。スコーピオンテイル、なるほど、なんかこうスパイダーマンみたいな色合いですよね。もう一回いきます。頑張れ。お、来た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 、もうこの時点で虹すごい。来い来い来い、これ来い来い来い、流星群、流星群が降りそうで、マンダム流星群は強い。うわお、うわお、おお、出た兜やった、これで俺も竜王になれるかもしれない。あとね、上着が揃えば、ただコスプレはできるもんね。僕もね、コスプレイヤーとして、コミケで、アーダコーダすることを目的として活動してるからね。してないけど、よろしく、どうぞ、にゃん、金か。銀から虹はならないのかな？ユグドラシル。まあ、銀か。銀からステップアップはしないのかな？ステップアップ、ステップアップ、ステップアップ、ルン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 、いらん。ルン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 、チケットはあと2枚。ルンルン、もう銀はもうスキップでもいいぐらいなのかな。毎回なんか微妙になんか演出が違うんだよね。なんか流星群が降り注いでいたりとさ、なんかちょっと気になるというか、魔法使いのズボン、魔法使いってなんか本当にこんな農作業するみたいなズボンを履くんですかね。なんか農作業感がしますけど、僕の親父の実家ね、農家なんですけど、なんかよくおばあちゃんとかがなんかこんなん履いてたような気がしますもん。銀か、にゃるほどに、虹にならないですかに、むっ、むっ、ならないよね。銀はさすがに虹にはならん。
いや、まあ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 。わしにはジェムという必殺技があるから。ジェム8000個あるんで、あ、微妙に、あれか、30連いけないのか。うわ、なんか、できねえのかな。9000あったら30連いけんのにな。微妙に足らん。悔しい。まあいい。頑張るんば。はい、はい。金が1か。ちょ、バケロ。来い。やっ！あー、虹1個か。黒ひょうの爪。ホーリーローブした。また下半身。下半身マニアだと思われるか。ちょっと。おーん！何これ。かっこいいけど。かっこいいけど、星5なのかな、これ。その辺の戦士がなんか装備してそうな。その辺の戦士ってなんかよくわかんないけど。マタドールよう出るね。俺はマタドールにならんぞ。アガネの大盾。ユグドラシラなんかよく合いますね。ユグドラシル。セレモニーロット。森人のチョッキー。これ野蛮なやつな。バイソンウィップ。バイソンウィップ。なんかかっこいい。なんかヘビみたいなデザインになってる。なんかおしゃれ。なんかね、女の子とかにもね、女の子とかも喜びそうな可愛らしいデザインですよね。やっぱ今渋谷の女の子はあのムチをみんな持ってるっていう噂ですからね。やるぞ。いやー、あと60やったらね、もう一回いけんのに、さらに。はい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 。え、虹なし？ちょっと虹なしはちょっと寂しい。いや、10連やって星5なしはちょっと厳しいよな。ちょっと待って。なんとかちょっとあと69面できないかな。なんかこう、ない？なんか。まあ出ませんな。銀の腰だれ。ごまだれ。レックスオノ。レックスオノじゃなくてね、もっとあるやん、もっとわかるやん。よし、金。この時点で金はかなりいいよ。熱いよ。来い。ワンダフル。トレジャーコート、なんか強そうだけどね。強そうだし、モテそうだけど、違うんだよ。僕が待ってるのはそれじゃない。この時点で銀か。ちょっともう、最初はもう、金でいい。金でいいから来てくれ、もう。銀、化けないね、しかも。銀の父当て。来い。金。よし。化けろ。流星群来い。いやー、おー、化けない。くそー。親分のおたて、とんでもねえのが来たけど、なんかこう、地方とかに伝わる呪われしアイテムとかなんじゃないの。祭りの時だけに出してきて、みたいな。その祭り以外で外に出したら災いが来るから絶対に出しちゃいけない、みたいな。そんな言われのあるものじゃないの。さて。よし、金。回れ。化けろ。来い。いけ。よし。全然よしじゃない。もう、ユグドラシル、どんだけ来んだよ、もう。クレアラシルみたいな互換しやがって。へぇ。銀か。期待できねえな、もう。もう、スキップしたいまである。カットまである。こんなの。はい。化けないしな。金にもならねえや。下半身はいいんで、もう。下半身に飽きた。これから上半身の時代だ。お、金だ。よし、化けろ。西に化けろ。化けっちゃ。いやー。単発だと化けない説あります、もしかして。無法者のバスト。なんだろう。やっぱ10連のがいいのかな。なんか10連のがなんかおまけしてくれる感あるな。やっぱなんか単発よりも10連なんかな。やっぱ10連まで我慢するべきか、今度から。なんか全然なんか今の思わせぶりな光っぷり。思わせぶりに光ったけど、ね、全然なんもなかったよ。いやー、出なかったかー。
はい、というわけでね、今出た竜王装備の方ね、装備してみましたけど、どうですかこの中途半端な竜王っぷり。竜王じゃなくて、なんかただのなんか奇抜なやつですよね。ただただ奇抜なやつ。竜王だねとは言われないよね、これ。竜王にはなってないもんね。ちょっとね、そんな感じでね、街の変わり者になってしまいましたけども。というわけでね、本日の動画はこの辺でおしまいでございます。ここまでご視聴いただきありがとうございました。では、また失礼いたします。